マガイ十三観音マガイ十三観音は、福島県郡山市田村町大友にある、マガイ仏軍の総称である。大友マガイ十三観音とも呼ばれる。明治時代に編纂された田村郷土史によると1773年、悪性の薬病の流行で苦しんでいた大友村の、庄屋熊田総江門が、藤田智江門や、藤田又江門らと相談し、 死者の冥福を祈るとともに、村人の健康安全を願うため、最国33観音を黒い川沿いの岩壁に刻んだと伝えられる。全部で33の観音像が彫られている。また、制作の際に、当時の森山藩奉行、六崎局助が賛同して観音を寄付したことから、以後、奉行と村人が、旧暦の毎年3月17日に花見の園を開く伝統が生まれ、 現在でも続けられている。なお、同じ田村町内にある、ザクの間街33観音と比較すると、西国33観音を刻んだという共通点は、あるものの、場所、時代、掘り方などは大きく異なる。1968年、郡山市指定重要有形文化財に指定された。国道49号から、岩木方面に向かって、 森山小学校の手前の道を左に入り、大友の集落を抜けて、右側の上り枠がある道に入ってしばらく進むとある。車の場合、目の前の道は、道幅が非常に狭く駐車できないので注意。ありがとうございます。